ハラハロー、どうもジョビンです。このチャンネルはキャスト UD、 キャスト RE のキャストグループさんの提供でお送りしております。今日はライジン48が、今までありまして、今日も一日喋ったんですけど、神興行でしたね。まずね、興行の印象としてめっちゃ良かった。フィニッシュ率ももうね、 めちゃくちゃ高かったし、本当面白かった今回は特に。ね、もう何よりも思ったのが、もう残酷やなって思った。まあもう分かってることないけど、格闘技は残酷って、そのね、野蛮な競技っていう、まあそういうことだけじゃなくて、結果がね、ほんと1回の負けを取り返すのに時間かかるし、このね、この負けで普通だったら心折れるよなっていう選手が何人かおるよね。まあ荒井城とか金太郎とか萩原恭平とか、この辺は本当精神的にきついんじゃないかなと思う。で、そういうその辺の選手を応援してる人とか身内もこのチャンネルを見てると思うんやけど、めちゃくちゃ俺にムカつくかもしれんけど、覚悟があるなら見てください。はい、なんか俺も死体切りするみたいな感じで、あんまりね、ちょっと申し訳ない気持ちもあるけど、ただちょっとなんでこうやって負けたかとか思っていることはちょっといつも通り言わせていただくので、はい、今日もよろしくお願いします。はい、では、第1試合目から喋っていきたいと思います。第1試合が、カルシャガダウトベック VS 木下空手。これはね、やっぱ俺でも本当にね、大沢さんが嫌いで言ってるんじゃないんです。もうでもやっぱディフェンスが悪い選手が多い。マジで狭いとこで練習してんのかな。俺ハーツって行ったことないし見たことないから分かんないけど、なんでこんな感じになっちゃうんかな。荒井城にも思ったんやけど、距離が近いって単純に、まず、これも結果論で言ったら、俺も構えた時点で言ってたと思う、解説配信で。近い、距離が近い。ダウトベックはそうじゃないけど、でもダウトベックなんかやっぱ後ろ重心でパンチを届くのに、届くのがあんまり難しい感じがするもん、見てて。木下空手にはパンチは届きそうで、これ荒井城もそうなんやけど、やっぱ避けるっていう発想がもうないよね、そもそも。とにかくガードを上げて固めてブロッキングするみたいな感じやもんね。まあでもそんだけ体が顔も近かったら、まあ避けるの難しい気もするわ。そんだけ顔近づけてたらブロッキングするしかないよね。でもやっぱ避けられた方が絶対嫌やけどね、戦争したら。まあでも荒井城に特に思ったけど、ねえ、ケリーがね、結構有効に、使えてた気もしたんやけど、最初序盤。でもダウトベックも結構蹴ってきてたよね。単純にね、俺がダウトベックともし試合する選手が試合するってなったら、トレーナーとしてやることとしたら、とにかく左と思うの、気をつけることって。人間って、これも何回か言ってるけど、何個かしか武器ないから。たまに特殊なやつおるけど、もう1個か2個しかないって。フィニッシュブローとか本当の得意技って。打撃でストレートと左フックとか、もうそんなぐらいしかないけど、ダウトベックの場合は、もちろん全部倒せる武器ではあると思うけど、パンチ力あると思うけど、特に左のパンチと思う。絶対左の攻撃を気をつけるべきと思う。で、気をつけるというか、意識するだけじゃなくて、俺が木下空手だったら、ダウトベック左ストレートが来るから、こっち、俺がダウトベックとしたら、こっちに打ち下ろしの攻撃が一番危ないよね、普通に考えて。こっち後ろの手を強く打とうと思ったら、こっちに、ね、こっちがまあ真ん中と思うけど、強く打てんのって。こっち側には、これ何度も言ってるけど、でも言わして。こっち側にはなかなか打とうってならんよね。だから絶対木下からってこっち側に避けるべきなの。もうダウトベックが動いた時点で、動きがあったらこっちに避ける。まあ、まず避けようって発想がないけどね。くるってなったらこうグッと固めるだけ。荒井城もそうやけど。じゃなくて、頭を絶対こっちに傾ける。だからサウスポーなんで、まあ左か。左に傾ければいいのか。あれだったっけ、違うな、逆に右か、右やな。ダウトベックがこう逆側で打ってきたらこっちに傾ける。これを絶対意識したいんやけど、その意識がないし、やっぱりもらうやつって大体、みんなこれ見返してみて、大体ストレートとか打ち下ろしもらってるやつってこっちに傾けてるから、結局目を切ってるもん。攻撃来た時にこう切ってる。今日も他の試合でもあったな、大体そう。後ろの手のパンチをこっちに避けろって話、絶対こうするべき。とにかくでも避けるっていう発想がないと思う。これでもね、荒井城選手にも、ね、思うんやけど、もうガード上げんのやめたら、普段の練習で。で、試合の時上げたらいいと思うんやけど、これむちゃくちゃ言ってるように思われるかもしれんけど、多分ね、近いから上げてしまうと思うの。上げようってそういう意識じゃなくて、普段からガード下げてみたら、
じゃあどうする？その近い距離でやれんと思うよ。ガード下げろって言われた木下からでも新井城もガードお前上げずにブロッキングなしねってもし言われてそのルールでやれって言われたらこの距離感ではできんと思う。うん、しっかりちゃんと距離取ってある程度の距離感でやろうとすると思う。避けれへんから。でもその距離感でやってんの強いやつってちゃんと相手の攻撃をブロッキングだけじゃなくて避けれる距離でやってんのよ。うん、まずやっぱ距離感と思う。うん、だからねディフェンスだけのスパーリングとか俺よくやってたけどね、そんなんも超重要やけどね。うん、でこれも前も何度も言ってるんやけど、強いやつほどやつとやるときこそ、うん、ガード上げてしまってた。でも俺思うの、ちゃんと距離さえ取れればガード上げる必要もないから、距離が近くなってるぞって、だからガードちゃんとリラックスしてガード下げようって、そういう風にしてた。うん、やっぱ距離感と思うけどな、ほんとそこと、あと左の攻撃を逆側に抜く。うん、でも基本的にやっぱりね、サウスポーだと基本的に左に傾けるのは良くないと思うけど、基本的に右でいいと思う。基本的にはね。ね、そう思う。でもね、木下選手めっちゃいい選手と思うけどな。このままだったら、同じような結果になると思う。やっぱ強いやつと、うん、本当のパンチャーとかでやったら結構もらってしまう。やっぱディフェンスが本当鍵と思う。やっぱまずはディフェンスと思うけど、あとまあジャブとかも一切ないしね。ごめん、もうねめちゃくちゃ言ってしまったけど今日も止まらんな俺。うん、でもマジそう思うんやけど、客観的に見て、うん、そう思います。でダウトベックはね、めちゃくちゃ強いし次も見たいし、うん、なんか平本連戦が見たいという声があったけど、まあ、平本連をレスラー系と当ててほしいし、誰かな、なんか また日本人と見たいなと思うけどね。うん、ダウトベックは強いです。はい、でもダウトベックとにかくやるんだったら左手の後ろの攻撃を絶対逆側に抜くってことをやった方がいい。オーソドックスで構えても絶対右に抜く。左の手が、うん、動く瞬間も絶対とにかくもう右に傾ける。そうしたら強く打てんし、もらわんと思う、なかなか。うん、そう思いますが、はい、では次行かせていただきます。第2試合、新井城 VS エンカジムーロズール。ね、もうこれも距離感と思うんやけどな、マジで距離が近いよマジで。あと小さい攻撃ないし、攻撃面がほんと素晴らしいと思うの、新井城の。まあ、気持ちの面とかもね、絶対気持ちが折れるってこともないと思うし、攻撃面は素晴らしいと思う。ほんとディフェンスと思うけどね、さっき言ったけど、ね、木下からでも同じだけど、やっぱブロッキングするっていう意識しかないもんでね、蹴りとかも物にもらってんのよね。いや、ガードスとかちゃんとしたりするんやけど、ハイキックを。でも例えばガードしようが受け流さんかったらそれ効くよ、ハイキックも。うん、全然よ、まずね、ハイキックとかも避けるって発想があんまりないと思う。いや、蹴る方からしても空振りした方が絶対嫌やけどな。でポイント的にもジャッジ的にもしっかりブロッキングしようがガードしてたらやっぱポイントになるもん。確かに多少のダメージは絶対なるしね。まずハイキックとかも避けるべき。でもその発想がないもん、とにかく受けようっていう。で受け流すこともない、力を全然逃がしてもない、もうもろに食らってる。こうやってガードしようがね、膝とかもそうだし、蹴りとかはね、とにかくね受け流す。ミドルとかも受け流すし、ハイキック来たってまずスウェー、絶対スウェーでかわした方がいいと思う、基本的には。そら効くって。こんなハイキックもろにねガードでももらったら、新井城選手ほんといい選手と思うけどね、気持ち強いし、ディフェンス面と思うけどな。まああとでもジャブがないか。あと井上直樹の時に言うけど、井上直樹はなんで勝てたかって、やっぱジャブと思うけどね。全然ないもん。とにかく相手からしたらもちろん一発はあるから、もらったら終わりや、終わりやけど、新井城のパンチを。でもとにかく動いた時のその攻撃を避ければいいだけっていうか、フェイントとかもないし、とにかくなんか詰めて詰めて詰めて、で一気に右を振り回すって感じでやるから、それは避けやすいよね。太田忍の攻撃とかも今日思ったけど、小さい攻撃とかフェイントとかね、あんまりないし、やっぱ距離が近い、ね、ブロッキング頼りすぎやし、ね、でも木下空手に言うとき、荒井翔にこそ思うけど、ノーガードで練習してみたら、一回ガード下げて避けてみる。絶対この距離感でできんで、それをやれって言われたら、ガード下げてみろって、ガード上げるのなしになってるって、絶対この距離感じゃないと思うよ。で、それで正しい距離感をなんか発見できる気がするけど、そういう練習したら。で、別にそのずっとノーガードのまま試合やれってことじゃなくてね、そういう練習とかで距離感を身につけていったら、ね、
ガードを上げようって意識も俺いらんと思うけど、むしろ避けてみたら全部の攻撃避けようって意識が、うん、なんかそれがあれば変わってくると思うけど、ズールがそんなね、俺これを見てもなおそんなに強いと思うんやけど、まあやっぱ距離長いし、それこの距離で戦ったら強いと思うけど、レスリングとかもね簡単に下になるしね、レスリング系には絶対勝てへんと思うし、大木久保選手と何回やろうが負けると思うし、ヒルヤとかやっても全然勝てるんじゃないと思うけどね、タックルいければ、まあ打撃だったら負けると思うけど、ヒルヤがね、なんかね、ごめんね、本当、荒井城選手とか木下からって選手のこと結構悪く言っちゃって、でも、そう思うよな、2人ともいい選手なだけになんか持ってないわ、マジで。まずはディフェンスやって、攻撃面にばっかり行ってて、攻撃面も倒そう倒そうと意識が強すぎるって2人とも。実際攻撃からまず始めていこう。ね。もう打たんぐらいの意識でいいと思う、後ろの強いパンチは。封印してるぐらいの気持ちで、とっさに出るのはしょうがないぐらいの、小さい攻撃ばっかりでいいと思うけど。強いやつほどそうしてるから、はい、そう思います、では次の試合行かせていただきます。3試合、金太郎 VS 秋元京馬。これはでも朝倉兄弟がいなくなったね、次の大会で、まあ、一旦とりあえずいなくなったやん、一旦いなくなった次の大会でこうやって秋元京馬ね、今 JTT のこういう18歳の若手がこういう勝つっていうのはね、やっぱ未来が明るいというか、すごいすごいと思うけど、すごいいいこと、素晴らしかったマジで。いや秋元強いわ、俺強いのはもちろん分かったけど、でもねフィジカル面を見くびってた。いやフィジカルも絶対今後はもちろんね、フィジカルもすごくなるとは思ってるけど、でもまだ18歳で体出来上がってないし、パンチ力とかそんなないんじゃないかなと俺思ってたね、組力とかもそんなにないんじゃないかなと思ったけど、もうあるね、すでにパンチ力とかも。で金太郎もそうやな、金太郎もあえてサウスポー同士の戦いでこっちに頭傾けたよね。でも気のせいじゃないから、もらってるやつも絶対じゃないよ、こっちに傾けようがもらう時もあるけど、大体のやつがこっちに傾けながらこう切ってる、相手の攻撃に対してより打ち下ろしやすい位置に自分で持っていて、こうやって切ってるもん、まず目をこっちにこう抜いてたら少なくともそこまで効かんと思うよ、こっちに頭傾けるよりも。秋元からしたら一番打ち下ろして一番力が入るところに頭を持ってきてくれてるし、目を切ってる、こうやって、まあ見てないもんね、そもそも最後まで。まあでももちろんね、見事だったけど、秋元のパンチはもうスピードもあったし、もう素晴らしかった。あと組み技の展開が見えたのが良かった。このまま打撃で勝ってもまだね、秋元組み技持っていかれたらどうなんかなって疑問も湧いてたけど、最初テイクダウンされたけど、そっからもちゃんと上取り返したりとか、ああいうのが見えたから全然突き嫌える感じもなかったし、いや本当普通じゃないと思うマジで。ねもうこんなちょっと下蹴りみたいになっちゃうんやけど、まあ、金太郎ね一生懸命頑張って負けた選手がこうやって攻めるのは違うかもしれんけど、でもちょっと言わして、首かっきるポーズしてたやん、コールされた時に。こんなんあれかっこいいの？もうね俺もう考えられへんわ、生きててそのポーズをやろうって思ったことが一回もない。こういうポーズかっこいいの？あれこれ以上ダサいポーズもないと思うんやけど、日本に生まれて日本人でどの場面でこれ使う？でそれ使ってくれるからね、で見た目的にも悪そうやし、でまあ殺してやるぜみたいなことと思うんやけど、あのポーズでゴングなったら下がりまくってカーフキックで、やっと攻撃したかと思ったらテイクダウン。いや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 、もしこれをやるのであれば打ち合え、あれをやるのであれば、あれは作戦のうちなんかな、ああいう風に見せかけて自分はもう下がるぜっていう作戦のうちなんかな。いやてかもうあれかっこいいのと思っちゃう、あのポーズが。ごめん俺もうそのことばっかり頭に入っちゃって、まず秋元が買った時もそんなに喜べへんかった。なんであの首かっきりポーズやったんやって、ごめんそればっかり頭いったわ。でも最初に前に行けたら金太郎が全然あるなと思ったんやけど、最初にやっぱ下がってカーフ蹴ってる時点でやっぱ厳しいなと思った、やっぱり。なんであそこで下がっちゃうんかな。いろいろ口では言ってたけどね、あの秋元に全然レベルが違うみたいな、なんかね後悔させてやるみたいなこと言ってたけど、試合蓋開けてみたらあんな下がっていって、
ね、試合後のインタビュー見てないけど、なんか前向きな発言してるらしいけど、いや俺も金太郎が嫌いじゃないのよ、本当に嫌いじゃない、ポテンシャルも高いと思うので、俺一応同門だの、元喋ったこともないけど、元俺も稲垣組でそっから MMA やってるからね、特に思い入れはあるんやけど、なんでこんな感じなんで、負けんのはしょうがないと思う。そんなことはね、あの平本蓮が太田忍をバカにしてたけど、まあ、平本蓮の名前出すのもあれやけど、まあ、あれはマジ良くないと思うけど、別に負けたことをバカにして、そんなこともしょうがないもん。パンチもらったこととか。でも試合ないよよ。で、こんな前に行けへんのだったら、俺はでもね、やっぱ結果が残ってなかった、言われるのはしょうがないと思う。ある程度こう環境を変えた方がいいんじゃないかって、やっぱもう思ってしまうもん。だからセコンドも俺は堀口教授をつけるべきだったと思うけど。これ別に試合前から俺は言ってた。堀口に頭下げて、セコンドついてくれって俺だったら言うけどね。なんか今までの仲間も大事かもしれんけど、それで前に行けてないんやもん。やっぱり本気で強いやつとか、なんかマジで尊敬してるファイターがセコンドついたりとか、まあ俺だったらパワーオブドリームの古川会長とかがついたら、やっぱりなんか俺行ける気がするってなってたけどね。でも今まで行ける気がせんかった試合で前に行けへんかったんやし、セコンドも俺は変えるべきだったと思うけど。ね、まあ俺なら変えるから、堀口とか頭下げて実際ついてくれるかどうか別にしてね、まあ、ATT の外国人でも何でもいいわ、なんか本当に尊敬的、今までとガラッと変えて環境変えてやってるんやし、セコンドも変えてやってみたらいいんじゃないかなと思うけど、何かを変えんと厳しいって、これは毎回同じような試合内容やもん。最後の KO負けはしょうがないとしてもね、試合内容でこの前にいかんのがね、もう本当になんか俺悔しいよ。俺ももっとポテンシャル高いのに、めちゃくちゃ高いの分かってる。こんなフィジカルめっちゃ強いし、今回パンチもらったけどね、ディフェンス能力めっちゃあるしね。パンチもそうだし、チョークの防ぎ方とかもそうだし、組み技の防ぎ方もいいし、全然こんなもんじゃないと思う。でも技術がどうとかよりも、そんなことより気持ちと思うけど、まずはね、まずは気持ちやって、なんか圧倒的に秋元が勝ったみたいになってるけど、まあもちろん秋元がすごいけど、そこまでの実力差別にないと思うよ俺。今回こうなったけどね、悔しいよ俺。金太郎頑張ってくれよ。まあ頑張ってると思うんやけど、ねえ、ほんと気持ちの面を、なんかメンタルの勉強でもしてみたら。俺ならするけど、メンタルの勉強、いろんな本買ったりとかトレーナーつけたりとか、マジしてみたらいいと思うんやけど。ガラッと変われる、こういうポテンシャル高くてメンタル的にやられてる選手、あの本番で発揮できない選手は、ほんと変えた方がいいよと思いますが、ね、ちょっとそれで金太郎の話ばっかりなんだけど、まあでも秋元今日もね、ほんとやばいと思う。やばいと思うけど、いきなり次ね、そんな超強豪じゃなかったらいいと思う。じっくり行こうぜ。大事に大事に行こう。で、階級を、下げるとか、この階級に、まあ下げることはないと思うけど、とどまるっていうのもやめた方がいいと思うけどね、俺は。勝手なこと言わせてもらうけど。後々上げた方がいいと思う。そらそうやん。18歳でこっから体重が、ね、筋肉とかも増えていくのに、同じ体重でずっとやるのって絶対おかしいから、普通に考えて。それはもう成長を止める気がする、そういうことやってたら。まあ、今どれぐらい減量幅が分か、ね、あるか分からんし、しばらくはもちろんこの階級でいいと思うけどね。しばらくは。何年かはもちろんいいと思うけど、いずれ、やっぱ階級上げるべきと思うけどね。また18歳やもん。自然なことやった、それが。と思いますが。でも本当に大事に育ててほしいし、まあ大事に育てると思うけどね。本当ね、日本の MMA を背負える男ですよ。今日まくん、佐伯さんとか無視して本当に会えへんかな、どっかでなんか一回お話ししたい俺。佐伯さんのこと一回無視しようね。ね、ちょっとコラボしようね近々、はい、俺も JTT と本当に家族ぐるみのね仲の良さやってるから、秋元くんとも気が合うはずや。近々会おうね。 OK、 では次の試合行かせていただきます。次が第4試合、萩原恭平 VS 高木亮。この試合ね、もうこの試合も言いたいこといっぱいあるけども、萩原はいいけどメンタル面もいいし、今回もね表情も良かったし、でもすごいよね、どんだけ負けようが、なんか強く勝つって信じてやれてるよね。リングに上がったらメンタル面強いと思う。動きも良かったよ、最初はカーフも良かったし、これ効いてくるなと思った、前にもいけてたし。でももう組み合わせが、でも高木亮の一発目のあの片足タックルをあっさりテイクダウンされたことにまずびっくりしちゃった俺は、正直。でもこれ今日いっぱい思ったけど、フロントチョークと抱えるやついっぱいおって思ったけど、まず片足を掴まれた時点で
後ろ向いた方がいいよ、斜め、うん、斜め向いて、俺だったら絶対首の根元を押さえて斜め向く、あれを正面向いて抱えてたらそりゃ寝かされるよ、寝かされる高木に。めっちゃ楽と思うよ、めっちゃ楽、俺だったら片足タックル掴んで後ろとか向かれて立たれたら嫌なのに、そこをこう正面向いたまんま、うん、俺も正面向いてたら絶対倒れちゃうと思う、ね、これやってるやつ分かるよね、グラップリング正面向いてたらそりゃ片足タックル掴まれて倒されへんのって、もうそれかなり難しいよ。やっぱ斜め向かんと、なんでそこでじっとしちゃうの、掴まれた時点で。でまたいつものような負け、またね高木がいいんやけどね、これに関してはめちゃくちゃ良かった、うん、バックついてる時とかもあんま分かりづらいテクニックやけど、残ったって右でパウンドする時とかも左手で相手の脇の下から通して左の手首を掴んでんの、やっぱもうこれが本当絡めになってるよね。ただただ殴ってるだけだと萩原も立てるんやけど、立てるし防げるんやけど、手首を掴まれてるから萩原はもう片手でしか防げへんし、うん、立ちづらいよね。で最後バックついたらもう見事だと、まあでもあれは、うん、高木がすごいなと思ったんやけど、後ろついた時もうすぐ四の字にしてチョーク決めるのもあの形も良かったし、高木はすごいなと思うんやけど、うん、それはもう間違いないんやけど、高木がすごいっていう、こんだけ組み合わせできると思ってなかったし、でも何年これやってる萩原、本人が一番苦しいと思うけど、何年この巻き方、いつまでこれをやる、うん、ね、萩原ってね男らしくてなんか、うん、考え方とかなんか俺も好きなんやけど、なんかビビらんしどんな相手でも対戦受けるし、なんかかっこいいと思うんやけど、変なプライドはあるよ、ディープには出たくないで、ディープとかさ、ライジン以外は出たくないってプライドだけはあるよね、余計なプライド、捨てたらマジで。で、雷神からオファーがあっても断れ、断るべきと思うけど、俺はまだ早いって。まあ、何度もでもこの話してると思うけど、最後にチャンピオンになれたらいいやん、もう身の丈に合ってないって。何回こうやってファンの期待を裏切って、自分の期待も裏切ってる、自分自身のまだもう身の丈に合ってない、雷神のリングが。後で取り返せばいいよ、ディープでもね勝ったり負けたりと思うよ、うん、全然その負けることも十分ありえるよね、うん、もう一回ゼロから這い上がろうぜ萩原、ね、多分これバンタムにね今度こそ下げるっていう逃げ道もあると思うけど、もうそれもやめてフェザーでもう一回もうね。でも結局結果なんかね、そんななかなかね1年後とか2年後ですよ、環境変えようが。この環境一回ね長男寮に教わってるやつもそこでトライブって最高の環境と思って、ここでもう本人をうずめる覚悟で頑張ろうぜ。ね。まあもう本人が一番悔しいと思うし、これ以上追い打ちかけてももうしょうがないんやけど、でも悔しいね、俺。マジで。一格闘技ファンたち、俺、萩原好きやもん。めっちゃ魅力あんの。わかる。女性ファンとかもね、めちゃくちゃ多い。まあファンが多いやん。男のファンも多いと思うし。それわかる。魅力ある。でも悔しい、この状況が。ね。もうディープでいいんじゃない、でも間を置かずにすぐやったら試合を。勝ったり負けたりでいいやん、もう。もう戦績なんかね、その綺麗なレコードなんかもう今更無理なんやし、もう年内に俺だったら試合するね。そんな強い選手じゃなくて、ディープで、まあ受けてくれるか分からんけど、まあ、中堅選手ディープの。とかと、もうどんどん試合こなしたら、で、満を持して1年後とか2年後とか、3年後でもとにかく準備できて、もう絶対いけるなと思った時、ライジンでいいやん。本人のためにももうそれがいいってマジで。そう思うけど。でなんかこのタイミングで最悪の報道があったけど、 DV の件でなんかね、まあ、あれどっちが正しいか分かんない、まあ、それはちょっとねニュースのコーナーで取り上げますよ。これ以上俺は死体蹴りをしたくないですけど、それはちょっとニュースのコーナーで軽く振りを、まあ私知らんからそのなんて書いたか、ちょっとちゃんとした記事を見てないけど、でももうね萩原もそのプライドだけは本当邪魔と思うけどな、ライジン以外では戦いたくないってそんな言ってたもん。なんかインタビューで俺見たことあるもん、そういうの。そこだけはいらんって。まだまだ早いって、正直ライジン出んのがもう、とにかく萩原は必要なそのこだわりは強くなることだけども、強くなって、いずれチャンピオンになる、何年後かに見返す、それ以外の変なこだわりっていらんと思う。まずはゼロからやり直そうぜ。そちらは本人にとってもいいって、気持ち的にもいいって、早がろうよ。ディープとかパンクラスも何でもいいと思うけど、メジャー団体以外で這い上がってみようよ、こっから。ねえ。それでいいと思いますけど。ね、高木亮はね、なんかパニック障害とか言うから、そこ心配になっちゃうな、マジで。
そんな風に全く見えへんけどね。まあ、タケルとかもそうって言うよね。ちょっと心配になっちゃうけど、それが大丈夫なのかな。でも高木はもうマジでいい選手。ちょっとやっぱ下がっちゃうのだけ気になるけど、カウンターで気になるけど、めちゃくちゃいいと思う。でまあね、チームメイトに練習仲間に鈴木千尋ってライジンのフェザー級チャンピオンおるわけやし、いい環境できてると思うわ。本当にいい選手、今後がもう超楽しみです、高木は。はい、では次行かせていただきます。次が第5試合、八地裕介 VS 宇佐美翔パトリック。これね、もうこれコメント難しいけど、まあまあこれはでも宇佐美にがっかりしたけど、もうこのフロントチョークって技が俺マジ嫌いなの。マジ嫌い。大体劣勢にやってるじゃん、これをやって。成功したケースほとんどない。いや、もちろんたまに一本勝ちするのもわかるけど、1回目やって決めれそうになかったら2回目難しいんちゃう、普通に考えて。何回もやってるよね。宇佐美もやっぱり片足タックル掴まれた時に、萩原もそうなんやけど、なんで正面向いちゃって抱え込もうとするんかな。マンプルキアもね、久保優太戦でそうなった。まあ最初格闘技組み合わせやったことなかったらそうなりがちなの分かるけど、結構やってるやん。正面向いてるか、 UFC のファイター片足タックル掴まれてトップ選手絶対斜め向かんと。で、八地くんはでもめっちゃ下がると思ったけど、そんなに下がらんかったね今回ね。ただパンチはやっぱ下向いてる感じするけどね、何度か下向いてたけど、でももうね、突き切ったら見事だったし、特に3ラウンド目、まあ完勝ですよね。でももうちょっと宇佐美がやれるもんと思ってた俺。手数少なすぎるよ、組み技警戒して。で、手数を少なくして組み技を警戒すればするほど相手はやりやすいからね、グラップラーからしたら。あんま気にせず、でもね、大振りだったらさ、タックル入りやすいけど、またやっぱジャブの話になるけど、ジャブを突かれて前に来られたらもうめっちゃ嫌。それあんなテイクダウンを警戒されて手数も少なく後ろのパンチばっかり狙ったら、そりゃやりやすいよ、家賃も。ねえ、まあでもフロントチョークがまずもうどうかと思うわ。いや、これでは厳しいよマジで。手怪我したんかな、なんかそんな怪我したんじゃないかったけど、説もあるぐらいだったけど、ねえ、まあ打撃がもう超一流なのはわかるんやけど、まだまだ時間かかりそう。これMMA でトップ行くの相当な時間かかるよ。まずは正面向くのやめた方がいい。まあ八地だったらバックキープできると思うけど、バックの攻めもできると思うけど、大体のストライカーにはもうまずね、練習の時点で後ろ向いて立ってみたらいいと思うよ。まずほとんどのやつが対応できんから、それで後ろ向いて立ってやればいい。とにかく正面向いてんのが良くないよ、まずそれかな。ね、もうちょっと気持ちが見たいし、手数を出してほしい。戦い方次第では全然勝てた試合と思うけどね。そんな感じかな。この試合はちょっと短めで行かせていただきます。では次行きます。第6試合、牛久潤太郎 VS 佐藤翔子。これはね、多分批判されると思うんですけど、俺は牛久かなと思ったけどね、どっちかって言ったら、まあ、どっちでもいいんやけど、どっちかって牛久かなと思ったし、なんか今日はバカな感じもなかった。めっちゃいい戦い方できてたし、よかったと思うし、手数とかで牛久かなと思ったけど、まあ、殺傷能力を見るからに牛久の方が、まあ、両方ないけど、まあ、でもどっちかって牛久の方があるし、牛久かなと思ったけどな。まあでも3ラウンドのフロントチョークとかもね、あれもちょっと印象悪かった。あの技好きじゃないけど。で、抜いた後上取りたかったけど、それ上取れへんかったもんね。で、上キープできたら結構後ろが取れたかなって感じで、ほとんど差なかったから、と思ったんやけどね。まあでも試合をね、支配してたのは佐藤翔子って、まあ気持ちよくわかる。わかるし、佐藤翔子は俺も好きだったんやけど、なんか個人的には、もういいかなっていう感じは正直。すごい好きだったし、まあ、好きは好きないけど、今でも、いいかなっていうのは個人的には思うかな。てかまあこれ正直ね、牛久にもまあ正直武器はないやん。牛久って武器は全部のレベルで高い、レベルは高いけど全部の部門で、でも武器ってないから必殺技。
ぱね、武器ない選手同士の試合はちょっと見ててきついわ。でこれね、俺牛久君本人でも言ったけど、俺ね結構蹴りが武器の一つではあると思うの。うん、一応ねあんまり見られへんけど、さあの斉藤豊でハイキックでダウンとか膝を当てたりとかしてるし、全然やらんかったよね今回。うん、レスラー相手にそれを行きづらいの分かるような、その太田忍とか相手だったら、佐藤翔子はそんなテイクダウン狙ってないし、まあ、たまに狙ってたけどそこまでは多分狙ってないし、上取られてもそこまで問題ないし、もっと蹴っていったら話変わった気がするんやけどな。うん、全然蹴らんよな。もっとミドルとかハイとか膝とかやったらいいと思うけどな。まあまあちょいちょいやってたけど、飛び膝とかもっと主軸の武器として、パンチはやっぱ見るからに2人とも倒せそうな感じがあんまりないもん。うん、ね、でも牛久も次誰とじゃあやるってなったらね、誰と見たいかってなったらもう全然思いつかんし、佐藤翔子も思いつかんし、厳しいねこれ。うん、ね、牛久はどうすればよかったか、やっぱ前に行ってもっと蹴るのと、うん、手数もっと出すべきだったかな。まあ、相手も本当に老快ですけど、老快でちょっとなかなか難しかったけど、でも本当に牛久の今後の相手と佐藤翔子の相手は難しいよね。あんまりやりたくないと思うし、みんな牛久とやったら美味しくもないし、佐藤翔子も美味しくないし、やりたくないよ正直。ちょっと対戦相手が次ね難しいなと思います。はい、じゃあそんな感じでちょっと次行かせていただきます。次が、第7試合、伊沢聖華 VS 朝倉環奈。この試合はね、見くびってました。試合前にちょっといろいろね、覇気がないとか気持ちが見えないとか言ってしまったけど、朝倉環奈ちゃんに。いや、素晴らしかった。これめっちゃ感動したな、俺この試合。めちゃくちゃ気持ちが見えたもんな。気持ちが見えたし、三角の対策とか素晴らしかった。チョークとかも、うん、フロントチョークもそうか。見ててたまたま外したんじゃなくて、ちゃんと練習してる跡が見えた。これセコンドツリアさんから、ツリアさんが優秀っていうのももちろんあると思うんやけど、ちゃんと対策できてた。三角とかも、例えばこっちの三角でこう、まあ、こう説明難しいけど、形入らそうになったけど、絶対片方入れるもんね。もう片方入れるから、うん、もう片方入れたら、その足の中に、トライアングルの中に、もう片方の腕さえ入れれたら、基本的には大丈夫なんやけど、徹底してそれ入れてたし、うん、チョークとかされそうになったら向き合ったりとか、素晴らしい対応も見えた。まあ、でも何よりも本当でも気持ちっすよね。うん、なんか正直記念参戦みたいな感じ正直思ってた。ごめんね、ムカつくと思うけど、記念参戦っていうか、なんか最後に伊沢聖華とチャンピオンできてラッキーみたいな感じなんかなと思ったけど、全然違うかったから、うんね、謝りたいし、ごめんね環奈ちゃん、すいませんね、ちょっと見くびってました。でもね、ほんとよかった。最後のパウンドとかね、めっちゃよかったな。伊沢聖華ももちろん強いし、そう、伊沢聖華って女子格闘技で、まあ俺が見てるんだけど、まあそんな女子格闘技正直見てないけど、唯一かな、メラブみたいに打撃と組み技が融合してるよね。全然遠くないもん、タックルが。打撃の中で組み技を持っていける、俺が見てる限り唯一の、ほんとお手本のようなタックル入るよね。一体化してる。やっぱ朝倉環奈ちゃんもね、別々でやってる人で激闘組み合わせ、まあ、ほとんどの選手がそうなんやけど、男子もそうやけど、伊沢聖華は流れるようなテイクダウンが素晴らしい。うん、ほんと素晴らしいし、組み合わせのね、そこから展開もすごかったんやけど、まあでもこれ攻めてもしょうがないし完勝なんやけど、ここはフィニッシュしてほしかったよね。うん、フィニッシュ完全に KO か一本が見たかった。まあ本人もそれが悔しいし、だから泣いてたと思うけど、それができんかったから、それはしてほしかったなとはやっぱ思っちゃうけど、うん、でも伊沢聖華も素晴らしかった。あとごめん、これちょっとこれを言ったら怒ってるやつ思ったけど、解説配信中に、俺は最後のタックルはやめてほしかったけど、伊沢聖華残り1分とか、あそこは打撃で行ってほしかった。打撃だったら結構できてた可能性もあったしな。だって組み合わせであんまりフィニッシュできそうになかったもん、あの時点で。でも時間もそんなになかったし、あそこは個人的にチャンピオンとしての、いや俺はもう組み合わせも好きなんやけど、なんていうかな、なんか気持ちが見たかったって個人的に思ったわ、伊沢聖華の。とか倒せそうだったけど、三日月とかも聞いてたし。まあこれ、ちょっとごめん、俺の暴論かもしれんし、ね、俺は組み合わせは好きなんやけど、もう時間も短かったし、最後なんか迎え撃ってよって、朝倉環奈ちゃんの気持ちに応えてあげてよって、でしかもそっちの方が倒せる確率上がるのになって思った、俺は。うん。ね、まあごめん、そうやって、まあ伊沢聖華がすごいからこそそうやって思っちゃうんですけど、
うん、でもよかったね。でも本当気持ち、やっぱ格闘技はもうね、気持ちが見えたら、本当俺負けようが、うん、絶対バカにしたくないし。うん、いや、感動したな。うん、朝倉環奈ちゃんは本当に女の子って感じで、なんかいいよね、可愛らしいよね。マジで、なんか見た目も心もなんか可愛い。うん、マジでなんかいいわ。で、本当にこの、あの経験が、今後の人生にもなんか、マジで生きてくると思うけどね。うん、ちょっとごめん、また俺の話になって、お前の話いらんわって感じだけど、俺もそうやもん。ごめん、ちょっと自分にもちょっと照らし合わせた。最後の試合で今までのベストバウトを持ってこれたことが誇りに思うし、あの試合最後にできたんやもん、俺は気持ち見せれたんやもんって、本当にあの人生、その先の人生に俺はプラスに働いた。今でもそれはプラスに働いてる、うん、あの時逃げなかった俺、戦った、あの最後の試合で気持ちで勝ったっていう思いが今なお生きてる。俺はそれはお笑い行こうがプロゲーマーなろうが、それはね、実際結果伴わんかったかもしれんけど、最後まで俺の心の支えになった。最後まで諦めない気持ちはそれでも持てた俺は。だから朝倉環奈ちゃんも、うん、この試合が本当財産になると思う。今後の人生を支えると、もどの道行こうが本当に素晴らしかったです。本当に拍手を送りたい。朝倉環奈ちゃん本当にごめんね、ちょっといろいろ言っちゃって。でも本当にあの引退お疲れ様でした。はい、ちょっと次のね、セカンドキャリア何するか分からんけど、はい、頑張ってください。はい、では次行きます。第8試合、フアン・アーツレッタ VS ラジャブアリー・シェードライフ。うん、まずこれもう軽量オーバー、 2.9 キロオーバーで、ね、アーチレッタがオーバーして、もうマジで萎えた。マジで萎えた。で、軽量オーバーしてもめちゃくちゃ頭悪いやつが、朝倉海の時にもね、軽量オーバーしてなおかつ KO 勝ちして、完全な勝ち方してる朝倉海の勝ちにケチつけたりするアホがおるやん。もうそういうやつも出てくるし、もうマジ萎えるよねこの軽量オーバー。マジ萎えたし、俺アーチレッタのことはずっと好きだったけども嫌いになってきたわ。1回のミスはまあある程度しょうがないとして、俺も軽量オーバーにはある程度寛大ではあんの。俺はもう何とか言ってるけど、水抜き量ミスったんかなとか、もう最後は根性のだけの問題じゃないもんなとか思っちゃうんやけど、でも 2.9 キロオーバーで前回もそれぐらいのオーバーだったもんね。さすがにひどいわマジで。なんか開き直ってる感じるし、なんか最後もなんか怒ってたし、シェードライフに決められた後よー、あれクレーム入れられたな。どんな卑劣なことされても泣き寝入りすると思うけど、普通ならようあんな審判に文句言えたな、シェードライフに。あね、マジでもうアーチレットないな。ただね、やっぱね、バンタム、俺階級上げても軽量オーバー怪しいなとは思ってたんやけど、俺なんかフェザーに上げたら多分もう減量全然大丈夫やなって余裕ぶっこいて、で水抜きもこれぐらい落ちるなって計算してミスる気持ちも分かるというか、なんか俺イゴール・タナベもミドルに上げたら結構危ないんじゃないかなと思った、ミドルに上げたところで。まあでもダメはダメやけどね、やっぱり。でも2回もオーバーして、でもこうやって試合させることによって調子に乗らせるようなアーチレッタを、ファイトまでもう全額とは言わず、もうだいぶ没収して相手に上げてほしいけどな。マジムカつか、ちょマジ嫌いになってきた、なんかアーチレッタの態度とかも含めて。で、ふうなんですけど、なんかふうって言うというのがなんか滑ってるみたいなコメントが結構来てて、 X の方に。まあ俺もそりゃそうやなと思って、俺も別にあのバレンみたいに全部のコメントに対して反発する気もないし、確かにそりゃそうやなと思ったんで、シェードライフと今後は言わせていただきます。てか強すぎて名前覚えました。マジで最初はラジャブアリーシェードライフって覚えづらいなと思ってて覚えられへんかったけど、マジで覚えちゃいました、シェードライフ。はい、シェードライフ、はい、もう覚えちゃったね。今後はフじゃなくてシェードライフってやっぱ言いづらいな。シェードライフってやっぱりフでいいかな、言いづらいな。やっぱりラジャブアリは覚えられへんしな。ラジャブアリシェードライフにしてくれよ、せめて。シェイドライフってもう日本人がこう言う言葉じゃない、ドライフって。やっぱお前風な、今日だけ風で行かせていただきます。次回からでもシェイドライフで行くから、これ今日だけ許してください。今日だけ入らせて。で、風なんですけど、やっぱでも、もう MMA はね、俺一番重要なのはフィジカルと思ってて、それをもう最も体現してるのが風ですよね。もう本当にフィジカルモンスター。アーチレッタとはフィジカルの種類が違うもん。
アーチレッターそんなに側近が多くない。チキンが多いタイプ、絶対。うん。でももう側近の塊不破。もう瞬発力の鬼やもんな。ね、打撃も良かった。やっぱね、アーチレッターの攻撃は当たってもあんま倒れる感じせえへんけど、当て感がないと川尻達也に言われた不破、当たったら倒れそうな感じするもんね。空振りだけで。すごいわこの殺傷能力で、ね、アーチレッターに一瞬上取られたけど結局上取り返して、あれはほんとフィジカルやもんね。フィジカルで返して、まあでも確かにね、あのブレイクになった時の再開の時に、あれはそのポジションだったっけと思ったよ俺も。そこにまず文句言ってたもんね。フが上取ったあれバックじゃなかったっけ。もうでもこういうことになるからもうリングやめたらいいのにな。井上直樹戦もなんか後味悪かったし、最後ロープのせいでもうなあ、こういうことになるからもう刑事でやったらいいのになと思うんやけど、だからバックが ついてるかなんかの状態でブレイクになって外出て、で最下位になった時のこう普通のガードポジションみたいなタックルいってるような状態から始まって、そのことに対してアーチレッターがちょっと文句言ってたけど、まあ俺もそれだったっけと思ったよな。で多分それに関して文句言ってたら試合決められた後も、ただお前はもう言う権利ないけどな、アーチレッターは。いやでも見事だったし、もうこういう十字もできてね、チョークだけじゃなくて十字の入り方も素晴らしかったしな。うん、アーチレッターは対応も悪くなかったけどな。手首隠そうとしてたけど、こうやってでももう腕力で引き剥がされたよね。十字に入られたらとにかくね、こう組むんじゃなくて絶対手首隠した方がいいよ。こっちの腕を捉えそうなんだったら絶対右の手首を隠す、こういう風に。でも隠しきれてなかった気もするな。こういう風にしてたと思うんやけど、アーチレッターがおそらくこうするべきやけど、ね、さらにわかる、手首を隠したいの絶対。手首をめくられたらもう力入らんから、だからこうしてなおかつ左の手で腕で蓋をする感じ、こうしたら切れへんから、うん、こうしたら大丈夫だけど、まあでも入り方見事だった。いやマジで負が強すぎる。うん、でもまだそこが見えへんかったけどな。個人的にはマジカード知らんけど、大晦日とか鈴木千尋対クレベルを、タイトルマッチにして、大晦日で平本と、まあ、制裁マッチも兼ねて負でいいんじゃないかなと思うんやけどね。次期挑戦者決定戦で俺勝つ可能性あると思うよ、平本蓮が。うん、勝つ可能性あると思う。だって結局打撃はしてくれるもん、もう自信満々やもん。負が自信満々で打撃やってくれるから、うん、なんかしなやかやけど体が、でも結構力入ってしまってるから、あの時にカウンターもらったら効く気がする。だから平本が勝つ可能性もあるとは思うよ。うん、もうまあ負が勝つ可能性の方が極めて高いし、俺はもう神社にお参りとか行くと思うけど、これ決まったら負が勝つようにもうお賽銭箱1万円奮発しちゃおうかなぐらい、もうね、神様にお祈りとかはするけども、平本が勝つ可能性もあるし、でこんなこと言ってる俺を平本が勝ってクソーとも言わせてほしい気持ちもある。 M っていうのもあって、 それはそれでマジで面白いと思ってるの。平本がこうやって無双していってチャンピオンになって、誰か平本止めてくれてなるのも面白いと思うの。マジでね、もうダークヒーローって感じで、もうだからそれでしかもうないと思うし、平本もそれでしかもう路線としてもう難しいと思うし、うんね、マジで大晦日それが個人的には影響ね。だってもうタイトルマッチ行きたいって言ってるし、うん、でも鈴木千尋はまずね、あのクレベルとかピットブルとやるべきと思うし、それでいいと思うけどね。いやでもマジでもう不破強いですよ。マジなんとかこれ UFC とか生かさずにもうね、なんとかギャラ多めに出して、うん、不破を囲ってほしいね。マジで どの試合で契約切れるか知らんけど、なんとかこれだけ不破だけはライジンにとどめさせよう。うんね、ほんともう宝ですよ、この外国人がおるのがもうマジでいい、うん、俺はもうでも潰し合いしてほしくない。例えばダウトベックとかコレスニックとかやって、外国人最強決定戦のケラモフ戦とかもまあ見たいけど、そんなことよりまず平本を潰してほしい、俺は個人的にはそう思います。そうなったらめっちゃ面白いけどね。はい、ではそんな感じです。でも本当にフって呼ぶのはこれ最後にする、次回からシェイドライフにします。はい、では次行かせていただきます。あと3試合かな。第9試合、元谷勇気 VS 太田忍。うん、これも残酷な結末だったな。結末というか結果、ね、
しかも完敗だったなあそこ。2ラウンドまでの時点でも俺元やと思ってたな、俺の判定では。やっぱ有効打が違うし、うーん、太田氏の場でもこれも新井城と同じで、ほんと狙いすぎと思う攻撃を。まあでも2ラウンド以降はちょいちょいジャブも出てたけど、でジャブはジャブでめっちゃ、まあね、それはいいんやけど、その打撃と組み合わせは俺一体化した方がいいって言ってるけど、ジャブをまだ別でしかやってないよね。井上直樹が最後効かせたのってワンツーでジャブを散々見して、ジャブからのストレートドカンって言ったけど、ないもん、なんていうかな、フック振り回す時とジャブだけみたいな、ジャブからフックでもいいけど、なんかそんなのがほとんどなかった気がするけどな。ジャブをそういう風に使えんかな、まあ、単発は単発でマジいいと思うんやけど、なんか狙いすぎてるよな。あと上下に散らしたりとかした方がいいと思う。まあ当て感もあると思うし、一発あるけど太田忍、なんかある程度避けるのは難しくなさそうな気がする。見ててボディ散らしたりとか、なんかそういうのがあればなと思ったけどな。で元矢はね、あのノーモーションのストレートとか、元矢ももうちょっとジャブ使ったらいいのになと思ったけど、まあでもノーモーションのストレートは結構ジャブみたいに使ってたもんね。そんな倒れるようなパンチじゃないけど、あれノーモーションでめっちゃいいと思うし、まあでも、元矢は蹴りとかも良かったし、いやー今日めっちゃ良かった元矢。これちょっと俺ちゃんと謝った方がいいよね。あのカンナちゃんにも言ったけど、でも元矢のことを落ちてきたとか言ってたけど、全くそうじゃなかった。本当にマジで違うかった。今日でも特にコンディション良かったんじゃない、気合い入れて調整したような感じがしたんやけど。元矢くんすいませんでした、あの全然勘違いでした、マジで全然落ちてなかったわ、めちゃくちゃ良かったです、本当すいませんでした。で老解やし、なんか、ね、テイクダウンディフェンスとかも良かったし、いいよねマジで。いや今日の元矢だったら勝てるやつなかなかおらん気がするけどな。距離感もいいしね。元矢はガード下げてるけど、あの新井城とか木下空手と違って距離感がいいの、ちゃんと距離を取ってるから、あのガード下げた構えでもできるよね。距離感を大事にしてるから、あれを新井城と同じ距離感でやるってやったら元矢も絶対ガード上げてると思うよ。同じスタイルになってると思う。距離感がいい、ちゃんと距離を取ってるもん、入らせてないもん中に。素晴らしかったと思う、距離感が。もうちょっとジャブと蹴りを使えばいいと思うけど、まあでも蹴りに関しては、まあ、太田忍にテイクダウンされるっていうのがあるから、まあなかなか難しいか、この試合に関しては。で、最後、まあまだ勝負分からんかったと思うけど、最後の最後で勝負分けたのはやっぱバックで足を入れられたことと思うけどね、太田忍が。太田忍が多分ね、練習でもバック疲れることってまずないと思うの。で、レスラーで別に太田忍がどうかは分からんけど、レスラーって、上取んのがめっちゃ得意やけど、下になったら意外と全然返せんかったりとか、下になったら何もできんなってこと結構あんの。だからケラモフとか、シェードライフとかも下になったらまあ分からんよね、まだ。まあフィジカル強いからあの二人だったら返せそうやけど、まあでもそれ分からんと思うの。あとマジマとか上取るのめっちゃ得意やけど、下になったら意外ともろかったりする可能性もあると思うの。で、まあ、そもそも下にならんと思うじゃない。ならんから、下になった時の対応があんまできんっていうか、そういうのもあると思うんで、バックもあんまり捉えることがないと思う、太田忍って練習で。で、バック疲れた時に、俺も思った瞬時に、足入れさせんの、そこで動けと思ったけど、一回亀で待ってしまったよね。5秒ぐらい。結構じっとしてしまって、あれで勝負あった。あの時に足入れられたから。全然返せてたよ。でも多分ね、バック疲れることがないから、頭真っ白というか対応の仕方があんまり分かってなかった。あっさり足入れられて、あの時点で終わり。足を入れられたからそこから4度字にされて、まあなった時点でもう決めるのが難しかったとしたって、もうね、元矢の判定勝ちだったよね。チョークも見事だったな。でね、チョークの防ぎ方とかもちょっと偉そうに言わせてもらいますけど、あのね、重要なのって、勘違いしてる人多いけど、右手で締めてこられた時、相手に。で、太田忍なんか左手をなんとか防ごうとしてたの。でもちろん左手も重要なの。基本的には右手をこう首に巻かれたって、左手をこう後頭部に巻かれんと、後頭部の後ろにセットされんとなかなか難しいんやけど、でもチョークする方からしたら要はもう右手なの。右手さえ深く入れば決めれる。なんとかで左手の手首掴まれようが、そんなことで右の手首を防がれた方が絶対に嫌。こう回したら、あの左手さえ抜けたらもう決めれるし、で右手掴まれてたらマジ難しい。で太田忍は後ろの手ばっか気にしてて、そんなことよりも右手巻かれた時点で基本的に終わりやけどね。
だって少なくとももう右手巻かれてて、最後左手も抜かれてなかったら左手抜いたらもう終わりやもん。こっち抜けさえすればいいんやもん、元やからしたら。でまずはね、右手と思うんやけどね、うん、右手をなんとかしたい。でそれは何度か俺は言ったけど、あのこう、右手を締められそうだったら、こういう風にされてるんだったらこうしたいけどね、俺なら左手を直角にこう落としたい。左手で落としながら残った右手でこう入れたいというか、うん、でも本当に右手巻かれた俺、このシェードライフ、シェードライフ、シェーの名前分かりづらいね、やっぱりお前は、お前は本当に名前分かりづらいな。シェードライフがとやるときもそうと思う。あの時もね、武田浩司でもそうだったけど、武田浩司ちょっと自信ないよ、武田浩司で。あの、手を巻かれた時点で終わりよ、マジで。後ろの手なんかもう気にしてる場合じゃない、もう絶対巻かれない、まずその、絡めとなる手。右に倒されてるんだったら右手。左に倒されてるんだったら左手だけを気をつければよ、まずは。と思いますが。はい。もとや見事だったな、マジで。マジ見事だった。すごいわ、今日のコンディション良かったな。でも井上直樹ともう一回やってもなんか負けるような気はしちゃうけど、いやでもマジで今日の感じだったら、ね、誰とやっても勝てそうな気もしますけど、でも私の場合ね、まあまあでもまだ時間かかるでしょ、 MMA 転向してそこまでね立ってないんやし、こうやって負けてしまったし今はきついと思うけど、でもね私の分マジでやっぱ当然ながらもうメンタルとかもうね世界最高クラスと思うんですよ、やっぱオリンピックで結果出してるわけやし、うん、こんなとこでね、まあ、今日は落ち込んだりすると思うけど、しばらく落ち込むかもしれんけど、ここで終わるようなファイターじゃないと思う。メンタル的にも絶対復活できると思うし、まだまだこっからですよ。うん。でもね、早めにね、敗北を経験した方がいいと思うし、今のうちに経験して後でね、無双したらいいんやし。はい、そう思いますが。では、次行かせていただきます。あと残り2試合。第10試合。井上直樹 VS キム・スーチョル。いやー、これ両者とも良かったなー。両者ともに良かった。キム・スーチェルもねめっちゃ良かったし、まずねでもやっぱいつもの一体化した打撃からのテイクダウンを行きたいんやけど、井上直樹がそうこらえたら下がってしっかり横にも動くから捉えきれんかったよな。その分の突っ込んでくるとこしっかり横に回ったりとかしてて、あれ素晴らしかったな。うん、なんか急に話変わるけど、タケルとかはやっぱまっすぐ下がったからこの前ダウンしたもんね。うん、まあ、ある程度下がるのもしょうがないけど、下がってもやっぱ横に回るようにしたいよね。もうめっちゃもうサイドステップが素晴らしかった。あともうジャブね、何度もこれ俺の先輩特許なんだけど、堀口もね、あと川尻達也も最近ジャブジャブ言ってて、あれ俺や、俺が言い出したんや、 MMA 界で初めてここまでジャブって言ってんの俺なんやけど、まあ、堀口教授は俺の YouTube は見てないと思うけど、川尻達也は絶対見てると思うから、パクってるなぁ、俺のジャブのやめて、なんか、俺や、ジャブがほんと素晴らしかった。でももう当たり前やん、ジャブ使った方が有利になるのも当たり前やん、マジで。ほんとでも素晴らしかった、ジャブが。ね、キム・スーチョルもジャブ良かったけど、マジレベルの高い戦い方だった、マジ戦いだった。素晴らしかった。で、さっきもね、言ったけど、でもジャブを、単発のジャブとか見せながら、ジャブを見せて最後ストレートドーンっていう、まああの時点で聞いてたけどね、左フックなんか、いや素晴らしいよ。でもやっぱジャブってリスクもないし、テイクダウンも行きづらいしね、ジャブに合わせたタックルって。ストレートに合わせたのタックルだったらマジ取れる確率だいぶ高いけど、ジャブだったらなかなかテイクダウンも取れへんし、カウンターも難しいし、ほんと隙のないもう最高の技です。はい、とにかくジャブを使ってください。でね、ボクシングの世界でジャブを制する者は世界を制すっていう言葉があるけど、俺はそうじゃなくて、ジャブを制する者は格闘技を制すっていう、これ俺が発明したから、カワジこれやめてな、パクンのライジンの解説とかでこれ言ってくんの、俺思うんですよねって、ジャブを制する者は格闘技を制すですよねとか、これ言ったらさすがに発狂するよ、カワジさん、それやめてね。これでもマジでこれいい言葉やなと思って、俺がオリジナルで完全考えたんやけど、でもマジそう思う、ジャブですよ格闘技は、絶対そう。やっぱ高いレベルこそこうやってするもんな。でもちろん2ラウンド以降行ったらね、全然分からんかったと思うんやけど、スーチョルもめっちゃいいし、ね。いやでも最後のロープのあれ引っかかった、ムカついた。これ別に両者を攻めてるわけじゃないよ、井上直樹も悪くないし、キム・スーチョルもね悪くないんやけど、もうリング邪魔やなと思ってしまったわ。なんか変な感じの終わり方だったよね、ロープに顔出してしまって。ね、
いやでもスーチョルもね今後も見たいし、スーチョルにねな負けたからなおさらやりたくないと思うわ。スーチョルと美味しくもないし死ぬほど強いし、うん、スーチョルとモテヤとかも見たいな。あれそれやってないよな。それめっちゃ勝負のありそうやし、それ面白そうやな。そしたら井上直樹の相手がちょっと困るけど、うんね、マジいい試合でした本当に。うん、マジ強いよね。あとでもカーフキック効いてきそうな気もしてたんやけどね、キムスーチョルの。いやでもマジ強いの井上直樹は本当にあのね日本の宝ですよ。素晴らしかった、両者に拍手を送りたいです。はい、そんな感じで次行かせていただきます。第11試合ホベルト・サトシ・ソーザ VS ルイス・グスタボ。この試合はねグスタボが俺勝つんじゃないかなって、まあ、サトシ有利の気持ちも分かるし分かるけど、グスタボが最後 KO するんじゃないかなと思っておりました。ただまあ当たった時だけ言うんやけど、当たってない時はもうなかったことにしてるし、そのこと触れる気もないんやけど、顔占いで俺は今回はもう勝敗は分かったね。表情がね極端に悪かった今日グスタボちゃん。なんか減量失敗したのかな、マジでなんか体調悪いように見えたけど、いつもこんな感じだったっけ。あんまりなんかシャキッとしてないっていうか、マジでそう思ったんよなって言ってたし、俺解説配信でも、なんかあんまり覇気がないような感じして、現状失敗したのかなんか分からんけど、そんな感じがした。で別に動きが悪かったとかも、まあ、だから動きがいいか悪いかも分からんまま終わってしまったけど、多分現状めっちゃきついんじゃないで、俺ねこれねつまり言わせてもらいたいんやけど、結構打たれ弱い選手って減量めっちゃしてるケースって多いよね。減量めっちゃ減量幅が大きい選手ってなんか結構あっさり KO 負けってになってる気がする。俺今までの俺の格闘技何万試合も見てる、何万試合見てるか分からんけど、まあいっぱい見てるし、俺の経験値上グスタボもこれ減量めっちゃしたんじゃないかな、分からんけど。いやサトシの攻撃がすごいとは言う、あんなんで倒れちゃうなんて正直思っちゃった。スローで見たら右ミドルを蹴って着地 してか、着地する前から、まあ、着地してかで着地して右フックでコツンと顎に当たって、まあね殺傷能力あるとは思うんやけど、あれで完全に効いちゃって、あれで終わったよね、もう勝負ありっていうか。でまとめられて、ね、完全にサトシの KO やし、ストップも打とうと思うんやけど、もうちょっと見たかったら、なんかあまりにも開けなかった。なんかグラウンドの展開も見たかったのね。サトシがテイクダウンしてグスタボそれ対応できるのかとか見たかったけど、あっさり終わっちゃって、ね、もうちょっと見たかったなと思ったけど、まあこれ格闘技ですからね、これも残酷な結果になったけど、いやさ、もうサトシ強いよな。クレベルってやっぱ殺傷能力はないと思うけど、これで倒すのって、まあ俺は水抜きの影響とかもあるんじゃないかなと思ってしまったけど、でもすごいよね、もともとパンチ力めちゃくちゃあるやろね。中村慶太郎も打撃で聞かされてたし、あれで倒すのってすごいと思うんで、聞かせんの。いやあれは食らうのも分かるしな、着地したあんなパンチ、あんなバランスもちゃんと取れてない段階でコツンと合わせられて、すごいわこの殺傷能力。でもやっぱほんと乗ってる時のサトシに勝てるやつなんかもうまずおらんよな。打撃もこんな強くて寝技は世界一ってどうしたらいいの、相手からしたら。マジで強い。個人的にはこれサトシに負けたもん同士で中村慶太郎対グスタボとか見てみたいけどね。まあこの試合でもこんな感じで、まあ、あんま語れることもないもんな、あっという間に終わってしまって、まあ、寝技の展開見たかったなと思うけど、いやまあこれはちょっとショッキングな結末で、でも本当フィニッシュめっちゃ多かったね今大会。めっちゃフィニッシュ多かった。これ何秒で終わったのこの試合。21秒あっさり終わったら、でもほんと残酷だった今回の、もうほんと今回のテーマはもう残酷だった俺の中で、残酷。負けた選手はきついよりも、でもだからそういう試合を見たくなるんやけどね、なんか負けたらやばい試合を人間は見たくなるんやけど、本人からしたらたまったもんじゃないよね、そんな試合させられるので。試合頑張ってしたと思った俺みたいなやつに、とっくに引退したやつに偉そうに上から結果論で言われて、ムカつくやろな。特にハーツのジムの選手関係者たちムカついてるやろな俺に。ごめんな、俺も悪気あってやってないからごめんな。そんな感じかな今日は。
いやでも神興行だったし、なんかなんか満足感はすごい、満足度は高かった。でなんか名古屋大会がね発表されてたよね、庄司さんのね試合とか発表されて、まあその辺に関してはまたニュースのコーナーで明日取り上げたいなって、はい、思っております。そんな感じかな。うんね、今日もでもね一日喋りましたよ。やっぱりもう格闘技好きなんで、ね、今後もね、永遠に続けていくんで、この解説配信と感想動画、はい、やっていきますので、今後ともジョビンチャンネルをよろしくお願いします。ちょっと10月はね動画のネタがないから、ちょっと動画あんま本数出せるか分からんけど、まあ、できる限り出したいし、ほんと YouTube に情熱注いでるんで頑張りたいと思います。はい、 Q&A コーナーも来週やります。はい、ではそんな感じで終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。終わります。